発射台に据えられたスコアとアトラス B ロケットスコアは世界で最初の通信衛星である。1958年12月18日にアトラスで打ち上げられ宇宙から最初の通信中継の試験を行った。また、アトラスを打ち上げ機として用いた最初の成功例となった。軌道上のテープレコーダーからドワイトアイゼンハワー。 大統領のクリスマスメッセージを短波で送信し、世界中の注目を集めた。ロイ・ジョンソンが局長を務める当時新設された高等研究計画局で6ヶ月の検討が行われ、十分な資源を持ち、小規模で非常に焦点を絞った融通が利く、研究グループが国際的な宇宙開発競争に勝ち抜くために、必要な科学技術の進歩を達成するのに、 最適な組織であると結論づけられた。スコアの技術目的は2つあった。アトラスミサイルが軌道に達することができることを実証する他に、この計画では1つの地上基地局から1つまたは複数の地上基地局まで大気上層を経由して情報の伝送を行うことの可能性が示された。この計画の結果、リアルタイム及びストアフォワードの両方で、 通信衛星が地上のある点から別の点へ情報を伝達することができるというブレイクスルーが得られた。スコア通信は軍事通信の研究者、ケネスマスターマン・スミスがアメリカ陸軍のシグナルリサーチデベロップメント、ラボラトリーの同僚と共に開発した。計画全体が88人の人物しかその存在を知らない秘密裏に進められた。 スコアの打ち上げ日の前に88人のうち53人が計画は中止されたと伝えられ、計画が存在したことも公害しないように命じられた。そのため、ミッションの内容を知っている者はわずか35人となり、打ち上げ要因も含めたその他の人々は単にロケットの試験段上げのための作業を行っていると思っていた。ペイロードの重量は6 8ラムで、 アトラスミサイルの流線型の容器の中に収められた。軌道に乗る合計の重量は 3969kg であった。スコアは軌道高度 183km、軌道傾斜角32.3度、軌道周期101.5分。バッテリーは12日間持続し、1959年1月21日に大気圏再突入した。 このミサイルに搭載された通信機器はシグナルを受信し、それを増幅して地球に向けて再送信した。機器の二重の上長形はミサイルの先端部分に収められた。送信用二つと受信用二つからなる四つのアンテナはミサイルの表面の平らな面に取り付けられた。スコアの他の機器は4分ずつの容量の二つのテープレコーダーであった。 アメリカ合衆国南部の4つの地上基地局はすべて蓄積されたメッセージを送り返す指令や新しいメッセージを受信させ蓄積させることができた。また12日のミッションの間に一つのテープレコーダーが故障し上調性は非常に重要であることが明らかとなった。宇宙から世界へ最初に送信されたメッセージは以下の通りである。こちらはアメリカ大統領です。 科学技術の進歩の脅威によって私の声は宇宙を回る衛星によってあなたのところへ届けられています。私のメッセージはシンプルなものです。この独特な手段を通じて私はあなたとすべての人類に地球の平和とすべての場所の人への友好に対するアメリカの願いを届けます。放送されたアイゼンハワーの挨拶は非常に弱く、 非常に感度の高いラジオでしか受信できなかった。そのため、ほとんどのアメリカ人はニュース番組でこのメッセージを聞くこととなった。地政学的戦略においてアメリカ合衆国は1957年にスプートニク1号を打ち上げたソビエト連邦と並ぶことになった。打ち上げ当日、アイゼンハワーはホワイトハウスにおいてソビエト連邦の支配下にあるポーランドからの 代表団を接待するスケジュールがあった。その夕方のディナーのスピーチの席上で、彼は打ち上げについて言及し、ディナーを中断して聴衆に対し計画の存在を明らかにした。この時彼は、スコアは平和目的のミッションであるが、アメリカ合衆国はもはや宇宙から核兵器を運ぶ能力を持ったことを指摘した。ありがとうございます。